すみませんでした。はい、分かってないです。すみません。だから分かんないのに謝んなっつってんの。この水着楽しみにしてたの。バイトだけど二郎と海来れたし。そんなん、まるで明かりが焼いてるみたいで。二郎が私と一緒にいるとこ人に見られたくないのは分かってるけど。いや、そうじゃないって。俺みたいに地味なやつが一緒だと明かりが恥ずかしい思いするだろ。なんでそんな寂しいこと言うわけ。他の女の子とばっか話してるのとか見ちゃうと、二郎が私の旦那さんじゃなくなったみたいで。明かりは外でも一緒にいたくて、名前で呼び合いたくて、他の女の子と話すのが嫌なんだろ。焼いてる彼女がいそうだなとか思ったりしてしまい。え、マジ？